よっしゃ、続きやっていきましょう。ゲラゲランド、行ってみましょうかね。こんにちは。どっから回ろうかな。こいつは悩むぜ。はん、ふふん。楽しそうだね。早く行きたいな。こんにちは。おいら、ジェットコースター乗りたい。その後は温泉ね。いいね、遊んだ後温泉にゆったり浸かるって。ねえねえ、どこから行く？へえ、若者のプレイスポットなんだね、完全に。あ、引きこもりじゃん。すごく楽しそうだから、ついつい遊びに来てしまいました。ちゃんと引き込まれないなんて、私ダメな引きこもりなんです。引きこもりを外出させるような魅力があるんでしょ。相当楽しいんだろうね。まあ、楽しみだな。強い妖怪もいるのかな。あ、ネクラマ天狗、こんにちは。ここはゲラゲランド駅だから、テーマパークのあるエリアかな。あ、基本的に妖怪ってネクラのやつとかさ、引きこもりみたいなさ、あのなんかネクラのやつが多いからさ、こういうところに集まるって、そういう施設があるってのはいいわな。イエーイ、ぶっ倒れるまで遊び尽くすぜー。いや、電波構造。いや、ほーい、ついに来たぜ。ゲラゲラならぐリゾートだぜ。思い出いっぱい作るぜ。あれね、現代で言うところの東京ディズニーランドみたいな、そんな感じ。あ、お、着きましたよ。ここがゲラゲラならぐリゾートです。お、すごーい、おどろおどろしいね。ここゲラゲラならぐリゾートは大きな3つのエリアがつながっています。3つのエリア、お、遊園地のあるゲラゲランド、温泉の集まった極楽温泉、なんかすげえマグマの温泉とかありそうだよね。赤鬼の作る鍋を食べられる肝試し、うわー怖いな、どんなの作るんだろう。人肉で作ってそうじゃない。3つのエリアは電車で移動します。電車で移動するの、無駄にスケールが大きい、移動が大変なんだな、灯台みたい。そして今私たちがいるのはゲラゲランドのエリアです。つまり遊園地ってことか。遊び放題、やったぜ。遊ぼうぜ、ジェットコースター乗ろうぜ。ゲラゲラツアー旅気分、あ、バッチリ解決なんだこれで。あ、レベル55って言っても余裕だったね。ウィッシー。あー、なんだ、じゃああのボスを倒したら OK みたいな感じだったのか。余裕余裕。何、受験の盾だって、強そう。さあ、ボーナスチャンスです。大当たり来い、久しぶりに。お、百裂肉球だにゃ。その顔やめろって。だから、あ、倒した。こいつ必殺が効かないから強いんだよね、結構。当たりです、ありがとうございます。さあ、いいアイテム来い。カモンベイベー。あー、真面目に生きる。これはなかなか性格を真面目にするんだよね。サボりにくくなるんだな。あ、うっす。このテーマパークの名物はジェットコースターなんだってよ。あ、そうなんだ、ジェットコースター。俺は乗らないけどな、ビッビッビッビってるわけじゃねえからな。これの進化系が強いんだよね。うっす。キー、なんでわらわの貸し切りじゃないのよ、あ、夫人さん。でもみんなで楽しんだ方がいいじゃない。なんか肌立ってるしね。うひょー、ド派手な建物だぜ、ギラギラしてやがる。いいね、妖怪って感じするよね。なんかクエストがあるね、ジミーさんがいるよ。こんにちは。僕滑り台に乗りたい、滑り台に乗りたいの。おこむしゃだって、かわいい。これが保護者なのかな。あ、待って待って待って、運外三面鏡じゃなくて運外鏡いるじゃん。ペロー、見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界。あ、じゃあもうさ、電車乗らなくて済むってことね。いいじゃない、ラッキーラッキー。これさ、過去の世界にもさ、ゲラゲランドってあるのかな。でも最近できたっぽいよね、この建物は。相棒のカブトさんとはぐれちゃった。またカブトさん、もう一緒にいればいいのにね、合体してればいいのに。でも合体したら進化しちゃうからダメなのか。最初に乗るのはジェットコースターに決まってるだろう。そうだね、ちょっとクエストやる前にセーブしとこうね。よし、ジミーさんどうしたんですか。いらっしゃいませ。あ、あなたは店員さんなんですか。こちらは絶叫アトラクションが売りのゲラゲランドエリアです。ゲラゲランドの入場券をお持ちでしたらこちらでお見せください。はい、持ってます。あ、レベル60、大丈夫これ。とりあえず受けるだけ受けておくかね。ご褒美なんかすごそうだし。はい、入場券だよ。拝見いたしました、どうぞご入場ください。おざーす。ゲラゲラツアー満遊記発生。レベル60か、ハゲてないようでも厳しそうだもんね。とりあえずさっきの戦闘で手に入れたなんとかの鏡見てみようか。なんだろう、すごいまがまがしかったけどね。装備品か、それとも合成素材か。あった、せー、守りプラス80だって。呪いの言葉が刻まれた盾、何が起こるか使ったものしかわからない。あ、素早さマイナス40か。素早さがあんま速くないやつ、HP が高くて守りが強いやつ、こいつを盾にしながらっていうキャラにはいいかもしれないね。なるほどね。あ、ドンちゃんの装備強えな。ドンちゃんも仲間に入れなきゃ、1日1回しか戦えないからね。ちょっと僕行ってみます。どんな強い敵がいいんだろう。こんにちは。おしゃれ、
あら、人間のお客さんなんて珍しいわ。今日も楽しいことが起きそうね。珍しいわってことは、なんさあ、たまに来てるってことだね。あ、モテモテ。いや、いらっしゃい。ゲラゲランドへようこそ。と言いたいところなんだけど、どうしたんですか？実は困ったことになってね、聞いてもらえるかな？お客にそんなことを相談しないでくださいよ。従業員同士で話し合って解決してくださいよ。何？どうしたの？園内のアトラクションが故障しちゃって動かなくなっちゃったんだよ。それを子供に言われても。こんな大事な時に修理担当の電人は、電人って電波行動の進化系かな、見当たらないし、わっちまったってわけだ。故障して動かないって、ってこと遊べないの？楽しみにしてたのに、どうにかならないの？電人を見つけて直してもらうしか。あいつどこに行っちまったのかな。従業員同士の連絡ぐらいね、ちゃんと密にしといてよ。君、オーナーのところへ行って電人の居所を聞いてきてくれないか。オーナーはこの園内奥の通路に行ける歌舞伎座奈落ってところにいるからさ。女と言われましても、行ってすぐに分かるもんなのでしょうか。一番目立っている妖怪。目立っている妖怪なんだろう。行ってみれば一発で分かると思うよ。なんだろう、晴れ男かな。あいつ目立ってるよね。結構広い。なんか敵妖怪もいるよ。こんにちは。なんで襲ってくるの？こんなさ、楽しい施設で襲ってこないでよ。強いのかな。ちょっと普通に戦ってみよう。推奨レベル高いからね、ここでレベル上げしちゃってもいいかもしれない。あ、強い。ハゲてないようにそんなダメージ受けんの。ジバニャンとか一発でやられちゃうんじゃね。大丈夫？とりあえず、いけ。口だけで行動しなくなった。口だけで悪いのはいねえか。まあ、お払いが結構経験値うまいから、ね、超ラッキー。いいね、994だってプラス。しかも一発でしないの。すげえなこいつら。やばいね、普通に戦っても勝てない。めっちゃ取り付いてくるし、素早さ早いな。相手の方がレベルが高いから、やっぱ素早さが早いんだな。サボらないでこういう時に。あ、まずい。取り付き率が高すぎるんだけど。こすってこすって攻撃して、どんどんみんなこれくらい受ける。あ、全然食らわない。雷はね、ガブには効きにくいね、確か。リードない取り付け。これで技使っちゃおうか、チリトリ。はい、はい、次行きます。これで HP をどんどん削っていくね。あー、めっちゃ食らうじゃん、やばい。チリトールはな、あれだな、オルチくんの位置にいるから、回復はできるからいい。回復して、オルチくん。お、倒した。いいね。2発回避された。これくらいならレベル上げもできるんじゃないかな。経験値は？あ、うまい、めっちゃ。めっちゃボス並みに手に入るじゃん。これは経験値集めにいいね。ここでレベル上げしようか、じゃあ。そうすりゃさ、ね、推奨レベル60なんて余裕じゃないか。ここら辺は飯屋だって、裏飯だって。わ、食いてえな。ここもあるな。結構複雑だね、これ。宝箱を回収しつつ、レベル上げしつつ、電磁探してみようか。いいじゃない。でもアトラクション釣ってるけど、宝箱たくさんあるな。あ、なんでこれ、おたまじゃくしみたいな。ちょっと変なこと言いそうになったけど、お子様も見てるんで、やめておこう。妖怪ウォッチは健全な動画です。ありがとうございます。いいぞ。これなんかありそうだけどね。回転させると見えるのか。ないか。あった、やっぱり。ほらね、何。おお、術の秘伝書だって。やっぱさ、推奨レベル60だから結構強力な宝箱の中身があるんじゃないか。変だな今の。強力なものが宝箱に入ってるんじゃないかな。こいつなんだっけ。キュン太郎、キュン太郎だっけ。ズキュキュン、ズキュキュン、ズキュキュンキュン。いつも倒していきます。これ乗れない感じ。あ、乗れないのか。遠回りしなきゃいけないんだね。なるほど、面白い仕組みだ。しかしアトラクションといっても滑り台程度じゃ楽しめないんじゃないかな。あったから僕あったよ。なんでしょう。ズキュキュ。おお、ダンシングスター5個だって。ダンシングスターもな、集めてる人探さないといけないんだけど、結構と、うわー、なんでこりゃ。完全にドラえもんの世界にいる女の子。映画版に出てきそう。あ、これで登れるか。これ多分ここら辺で宝箱が一気に回収できるんじゃないか。これもしかして乗れる？動きそうにない。電源が入っていないよ。あ、ダメなのか。やっぱ電人を探してこないと遊べないって感じだね。全体的に暗いもんね、確かに。だって全てのアトラクションが使えないってことか。それは困るな。これは？あ、これも回転するんだろうね、電気がついたら。じゃ、これの探索も電人を見つけてからって感じかな。ね。宝箱あるね、いいね。まあ、回収できるものは回収しとこうぜ。いいぞ、深い漢方。漢方もそろそろ買いだめしとかないとね。お金がねえんだよな。漢方が高すぎる。スイッチがある、押してみますか。はい。ダメか。やっぱ電源がないとダメなんだね。じゃあこっち側も行けないと。わかりました。あ、あそこに旗立ってるね。ここにいるのかな。あ、こんにちは。君、アブくんでしょ。あ、知ってるの。
妖怪の友達がたくさんいる人間だって妖魔界で噂になっているよ。あ、そうなんだ。人間の友達は全然いないんですここだけの話、大人になったらうちで働いてみないかい。そうですね、条件にもよりますけど、給料がいいんだったらぜひぜひ。君って妖怪のお客さんを相手にするのうまそうだからさ。そうだね、人間はちょっと苦手なんですけれど。やったぜ、就職先が決まった。これで大学はもう遊んで暮らせるね。やったじゃん。お、トラブルがありましたら何なりとお申し付けください。あ、そういえば獅子丸も進化させてさってやるクエストもあったよね。なんとかなりそうだったら何とかします。ありがとうございます。こっちなんか鍵かかってるね。あ、開かないみたい。じゃ向こう側から開けなきゃいけないんだね。多分近道かなんかなんじゃないかな、あれは。ごめんね、この先はまだ準備中なんだ。なんだろう、お化け屋敷かなんかかな。上にも行けるし、ね、なんかめっちゃ走ってる人いるよ。なんだろうこれ。お、止まった。こんにちは。はい、掃除するでござる。どいたどいたでござる。あ、片付けてんのか、偉いね。あ、ここも閉まってる。うん、歌舞伎座奈落って言ってね、うちの出し物に歌舞伎っていうお芝居があるんだけど、その準備をする場所なんだ。あ、そうなんだ。そこの奈落のところに一番目立ってる人がいると。どんな感じで目立ってんだろうね。多分ここの奥にいると思うけど。失礼します。頼もう。あれ、この人かな、違うな。あ、あー、パレナリー。芝居の練習をしているんだ。驚かせてすまんかった。あー、演者さんかなんかかな。下の方にいるで、ね、うわー、すげー目立ってるわー。確実にあいつだわな。こんにちは。歌舞伎ロイドの旦那はわしの憧れじゃ。歌舞伎ロイド、ボカロかい。その人、あの人の芝居は一目見ただけでビビビッとしびれるぞ。そうなんだ、なんか戦いそうな気がする、あの見た目。ちょっとセーブしとこうぜ、怖いから。よし、じゃあちょっと宝箱らしきものもあったから回収してから話してみようか。やだな、戦うことになったら。強さで推定レベル60でしょ。2個も手に入れた。ここで漢方2個ってことは、お前もうすぐ死ぬぜってことを表してるんじゃないかな。めっちゃ強いぜこいつってことを表してるんじゃないかな。こいつ、こんにちは。俺の仕事は現場監督。仕事でうろうろしてたまに偉そうに命令する仕事だぞ。自分は何もしないんだ。わあ、いい仕事だな。それで給料もらえるんだから羨ましい。これ何。おお、神来た。これでレベルが足りないときは、あげろってことでしょ。それつまりあいつがめっちゃ強いってことだよな。今のレベルじゃ勝てねえって言ってることでしょ。あ、こんにちは。すげえ怖っ。大きいです。確かに一番目立っている妖怪ですね。どう、だってさ、あなたさ、どう考えてもさ、あの扉入れないでしょ。扉の大きさに対してあなたでかすぎるんだけど、どうやってここまで入ってきたの。あはははは。人の世から遠路はるばる、ようこそおいでなさった。俺の名は歌舞伎ロイド。ゲラゲラ奈落リゾートのオーナーであり、歌舞伎の主演も務めるスーパーストーだ。あ、いいね、現場もやってるんだ。えらいえらい。歌舞伎？何それ、知らないの今の子って。歌舞伎さすがに聞いたことあるでしょ。歌舞伎ぐらい。むむ、歌舞伎を知らないのか。妖魔界で古くから伝わる伝統芸能だぞ。どでかい仕掛けと俺の活躍を見たら感動すること間違いなしだ。何それ、すごそう。ウィスパー、後で見に行こう。すっげえのほほんとしてるんだね。あ、僕も目的を忘れてません。分かってるよ。ゲラゲランドの修理担当電人さんを探しているんですけど。何、あいつまだサボっているのか。あ、またサボっているのか。しょうがないやつだな。もう常連なんだね。あいつが行くところといえば極楽温泉だ。探しに行くならこれを渡しておこう。何、あ、入場、やった、ただで手に入れた。これで温泉浸かり放題じゃん。その入場券を入場口で見せれば中に入れてくれるだろう。じゃあ温泉だけ使って帰ろうぜ。ありがとうございます。探す必要もないしね。これはこれは話の分かるオーナーでよかったですね。でも初めて見る妖怪だよね。一体どんな妖怪なんだろうね。友達メダルちょうだい。どんな。カンニングしてる、うん、この妖怪はアブ君がまだ知るには早いですね。え、どういうこと。あ、書いてなかったんだ。あ、じゃあ珍しい妖怪なんだね。仲間にしたいな。いずれ仲間になるのかな。じゃあ温泉だけ使ってさ、3日後ぐらいに来ようぜ。3日も経ってればさ、解決してるでしょ、問題も。俺らが解決してやる義理はないしね。これなんだろう、なんかエスカレーターか。まあいいや。ちょっと温泉行ってみましょうか。多分駅まで行けば行けるよね。じゃあ行きまーす。お、来た。極楽温泉行きランク A 電車だって。ランク A ってことは、すげえいい内装なんじゃないの。車内食とか出るのかな、楽しみ。入ります。結構強い妖怪が出るとかそういうことじゃないよね。ランク A の妖怪が出るとかそういう分類かもしれないね、もしかしたら。まあそれはそれでありがたいんだけど、あんまり強いのはやめてね。本日も妖魔特急をご利用いただき誠にありがとうございます。どういたしまして。なんかモテモテの色違いみたいなのいるけど。あ、何これ、この人座敷わらしんだって。
電車に乗って遠くに出かけるのってとってもハッピーな気分になるよね。いいね、座敷わらしにちょっと仲間に入れたいわ。電車で眠りはダメよ、私が寝かせてあげないけどね。ハレッチ、戦うのかよ。お、こっち立ち入り禁止か、入れない感じ。おい、めっちゃいるじゃん、こんにちは。また戦うとかないよね。この電車はカッコ A お客様が多いのでときめき分になると思いますよ。カッコ A の A だったのか、ランクじゃなかったわ。かっこいい妖怪いたか、まあ、確かにこのモテモテンがたくさんいたからね、そういう意味でかっこええんだろうね。車掌さん、あとどれくらい。当電車をご利用いただき誠にありがとうございます。あ、どういたしましてご丁寧に。次は極楽温泉駅です。電車降りられますか。あ、お願いします。いやー、さすがランク A の敵だったね、みんな強かったね。いやでもいい経験値稼ぎになったわ。さあ極楽温泉、どんな効能があるんだろうね。まもなく極楽温泉。なんかこれガブニャンと話してるみたいで可愛いね。終わりの際は忘れ物ないようお願いします。最後まで行って。途中まで言うなら最後まで行って。よし、温泉です。うわ、なんか気持ち悪いのがいる。なんだっけこれ、飛脚だっけ。おお、極楽温泉だって。今回は温泉疲れるのかな。こんにちは。美脚か、飛脚と美脚をかけてるのね。ここは温泉のある駅よ。すべすべの美脚を保つためにお風呂でお手入れしてあげないとね。どうやって入るの、顔まで使ってんのかな、大変だね。ランク B 電車だって。フェクション、ずずず、電車を待ってる間に湯冷めしちゃったよ。君いつも鼻水垂らしてるからね、関係ないような気もするけど。ここの温泉は腰痛に効くんじゃ、楽しみじゃの。腰痛とかあるんだね、妖怪にも。おじいちゃん軍団で固まってる。肩こりにくい妖怪もあるそうじゃ、ありがたいの。その背負ってるものをさ、なくせば肩こりも治るんじゃないの。いつも重そうなの抱えてね。やめたいしだって、飽き性に効く温泉があると、温泉もあるんじゃと、本当かの。それ乗りたい、やりたいね。飽き性に効くって、いいな、俺もすぐ飽きちゃうからさ、そういうの使って、ね、一つのことに集中したいもんだけど。こんにちは。一仕事する前に風呂でさっぱりしに来たぜ。仕事する前に、なんか風呂入ったらもう仕事する気なくなっちゃうけどね、リラックスして。お、ここがそうか。うわー、すげえな、ここ。こんにちは。あれ、どこかで入場券落とした。入場券がないじゃ入れないよ、と方法。ここまで来てね、入れないのちょっとやだわな。あれだね、ここら辺に販売機とかないのかね。こんにちは。お風呂に浸かったままおみきりおならやめろよ。ボワボワ、ブボボ、モワ。で、大きな泡を出すのが好きなの。あの、おならの成分が水に溶けるから、ね、やめてほしいわ、マジで。メラ、いい湯だった。君が入ったら沸騰しそうだけど大丈夫。あ、ここにも運河行きはいる。よかったよかった。これでも電車に乗らなくて済むんだね。運河橋が目を覚ました。あの電車はランクごとに分かれてるから、手に入れたい妖怪がいるときは、あ、間違えた。ね、あれに乗ればいいってことでしょ？うん。ランク A の妖怪が欲しいときは、ランク A 行きの電車に乗るとか。そういう便利な乗り物なんだろうね、一応。君、寒がりだったけど、温泉入っても寒がってんだね。わ、来た。お前入んなよ、絶対。私のドゥルドゥルの体もお風呂に入れば綺麗になるかしら。存在が消滅しそうだよね。洗った瞬間いなくなるみたいな。ボボボジョワン。なるほどね。ここにもなんか入場券。クエストかなこれは。いらっしゃいませ。こちらは趣向を凝らした温泉が楽しめる極楽温泉エリアです。スーパー銭湯みたいな感じだろうね、多分。極楽温泉の入場券をお持ちしたらこちらでお見せください。はいはい、どうぞどうぞ。なるほどね。これもフリーパスなのかな、また。え、じゃあ入り放題じゃん。いいじゃない。あ、すげえ、ちゃんと着替えてる。どこで着替えたの、君。入り口で着替えさせるなし。こんにちは。温泉が気持ちよくてうとうとしてたらお湯の中に混ざりそうになったよ。見た目ってね、わからないからね。危ない危ない、シャレにならないよ。存在が証明しちゃうかな。あ、ひもじいだ。風呂に入ったら腫れが減ってきたの。肝試しに移動するかの。で、飯も食いたいね。妖怪の飯。どんなの食ってんだろう。ここには美肌効果のある風呂があるとパンフレットに書いてあったんじゃ。もうしわくちゃだからね。水一気に吸い込みそう。ついでに。わしもツルツルおすべの肌に若返る時が来たようじゃの。そんなこと言ったらシワクチャじゃなくなっちゃうよ。存在意義がなくなっちゃうけど大丈夫。個性は大事にしていきたいよね。あ、こんにちは。あら、いらっしゃい。ニングさん浮いてますね。大丈夫ですか。あの、ちょっと聞きたいんだけど、ゲラゲランドで修理担当をしている電人はこちらに来ていませんか。電人ならついさっき来たけど、すぐに肝試し行っちゃったわよ。もうさっきから堂々巡りじゃないか。え、わざわざ温泉まで来たのにすぐに違う場所へ行かれたのですか。だって温泉の準備が全然できてないんだもん。人手不足で湯が一つも入ってないのよ。もうどこもかしこも営業してねえのかよ。どんだけだよお前ら。湯が入ってないってここって温泉ですよね。そうなんだけど、開店したばかりだからなんやかんやで忙しくってね。あ、開店したばかりなんだ。じゃあ60年前にはないってことだね。
天神は手伝わされると思って逃げちゃうし、帰った客はうろついてるし、もう笑うしかないでしょ。おへそでお湯が沸いちゃうわ。ウケる。なんか人魚のイメージが変わったわ。結構チャラい感じなんだね。ウケてる場合じゃないでしょ。というわけで、はっ、これは代わりにお手伝いをさせられる予感。もう知ってたわ。話しかけた時点で知ってたわ。あなたは天神の代わりにお店の準備を手伝ってくれないかな。もうやめてよ。どうしましょう。天神を追いかけるには肝試しの入場券が必要なはずでしょ。なんで俺らが肝試しの入場券を持ってないって知ってるんですか。あ、ちょうど私入場券1枚分余ってるんだけどな。うまいね、商売上手。やらせていただきましょう。勝手に決めないでよ。買った方が安いんじゃない。交渉成立ね。じゃあやり方を説明するわ。はい。お札を持って私についてきて、お風呂場に入ってすぐ右にいるから。わかりました。森の湯のお札を手に入れた。アイテムたくさんあるね。セーブしたいんだけど、とりあえずじゃあ入りましょうか。ここね。よいしょ。で、右にすぐ来いって言ってたよね。じゃあ左に行きましょうか。RPG の基本ですからね。右に行けと言われたら、左に先を探索すると。体の芯から運気上昇、科学的根拠はありません。ないのかよ。気持ちの問題なのかな。でもお湯入ってないんだね、やっぱり。座らないでお湯ないんだから。でもちゃんとお風呂さ、お湯が入ったらちゃんと入ってる感じに見えるんだろうね。お湯早く入れたいね。すいません、お待たせしました。来たわね。はい。ちょっと寄り道しちゃいましたけど。じゃあ温泉の入れ方を説明するわ。まず持っているお札と同じ名前の温泉を探して、見つけたら看板の近くにある石像にお札をはめるだけ。あ、そんなアナログな感じなんだ。例えばさっき渡したのは森の湯のお札だから、このお札はここにある森の湯で使えるってわけ。じゃあお札をゲットしなきゃいけないってことだね。ということで説明は終わり。はい、あとはやってみる。そんな簡単なことだったら自分たちでやってくださいよ。これに入れればいいのかな。はい、森の湯。森の香りで超リラックス。最高のひとときをプレゼント。はい、では使います。で、カポッとナット入れて。よいしょ。で、お湯が出てくると。どんな感じ？あ、どっから出てくるの？あー！上から降り注ぐのかよ。危なすぎだろ。どういうシステムなの？でも循環はしないんだ、一回入れたら。できたわね。ちょろいもんでしょ。そのちょろいものをなんで俺に押し付けるんですか。簡単なら自分でやってくださいよ。確かにこれくらいならパパパッと終わりそうですね。では人魚さん、残りのお札を貸してください。あ、これないパターン、もしかして。それなんだけど。何、なくしちゃったの。ん、さっき慌てて準備をしている時にお札の入れ物をひっくり返しちゃって、残りの札は全部なくしちゃったのよね。営業問題に関わるわ。それじゃあどうしようもないよ。ほんとそれ、いろいろ終わってるわ。ウケる。チャラいな、この人魚ちゃん。いや、だからウケてる場合じゃないでしょ。でもね、お札をなくしたといっても、この辺りのどっかにあるはずよ。お風呂場付近に落ちているとか、お客さんが拾っちゃってるとか、ああ、じゃあ話しかければいいのね。意外なところで手に入っちゃうとか、絶対にどっかで見つかると思うの。あー、キャラ感動してるね。なるほど、お札を探すのが面倒だから私たちに押し付けてんですね。あ、そういうことね。そこは白いの正解。あー、なるほどね。照れるなよ、そこは。怒るところだけどね。お湯の入ってない温泉は残りで6つもあるのか。私は受付にいるから、あとは頑張ってね。え、なんで、だってお客さん入れられないんだから、受付にいてもしょうがないんじゃないの。お客さんについて、あ、でも普通に入ってるんだ。湯気の香りが落ち着くな。うん、ちゃんと洗ってから入ってね。あー、温まるわ。もう動きもしないわ。いい顔してね、幸せそう。で、一応1個だけね、札は拾ったんだけど、なんか竜みたいになるよ。あいつ仲間なんのかな。これは道の湯だって。俺何手に入れたんだっけ。確か1個だけね、拾ったんですよ。どれだ。これか、丘の湯だって。丘の湯は大丈夫。丘の湯どこにあるんだろうな。あとは光ってそうなところ。あ、アッパレジ。これは敵か。これ何？これ何？あ、お金来た。じゃ、これで使います。はーい。また天から降り注ぐのかな？よいしょっと。ドバッとな。さあ、どうだ？おー、すごーい。なんでその手間のかかるシステムにしたんだろうね。それに蛇口からシューって出すようにすれば簡単なのに。ああ、防犯対策も兼ねてるのかもしれないね。まだその防犯のための札が。なくしちゃったんだからね。防犯も何もないんだけど、まずいぞこれは。こっち来た。危ねえ危ねえ。他に光ってるところないかな。光ってるところ、この竜みたいな仲間にしたいな。これ
お、なんかすごい光ってる。これは？あれ？光ってるけど取れない。ただのライトか。天井に引っかかってるけどこれ取れないのかな。これは？これなんだろう。あ、服の湯だって。服の湯ゲット。結構落ちてるもんなんだね。ちょっと回転させて。宝箱とかありそうだけど。ないか。こんにちは。お仕事お疲れ様です。砂が入ってるの大丈夫？砂じゃなくなるよ。とても気持ちのいいお湯ですね。本当に来てよかったです。溶けないでね。大丈夫？本当に気持ち、あ、溶けそうです。大丈夫？はい、大丈夫です。はい。ところで、これさっきそこで拾ったのですが、よろしければ、あ、来た！ありがとう、これ探してたんだ。いい、構いませんよ。あ、こうやって、お湯を入れた後出てくるお客さんからもらうって場合もあるんだ。なるほどね。男ならぐっと熱い湯に入って汗をかかなくちゃなんだよな。そうだね、いい汗かいてくださいよ。でもお湯の循環してないからな、汚ねえな。ここら辺のお湯とかは今2枚持ってるからね、どっかは空きそうだけど、 あそこありそうだな。ちょっと右上のやつ行ってみるけど、こっち側はこれ確か行ったんだよね。こっち側はね、あれに繋がってるんですよ、あの歌舞伎座に、奈落に。なので上はなんかね、変な宴会会場みたいな感じだ。ここにもいそうだな、なんか札持ってる人めっちゃ人いるからね。ぶっ倒れるまで食べて飲んで風呂に入ってお芝居を見て幸せだね、最高。もういくら無駄遣いしたかわかんねえぜ。いいね、たまにはね羽広げようぜ。魔天使、もう魔天使。あ、そうまだ始まらないのね。早く始まってほしいわな。もうすぐお芝居が始まると思うと緊張して漏れそうだぞ。君はいつでも漏れそうだからね。何が起きても漏れそうだからね、大変だな。歩き疲れたから休憩しとるんじゃ。この広さ年寄りには応えるわ。そうだ、お年寄り向けのさ、もうちょっとなんかね、あの移動施設を持っとかよね。動く床とか、うん、こんにちは。ここは本当に楽しい場所でござるな。夢のようでござる。いいね、俺も行きたい。こんにちは。師匠、歌舞伎を見るために遠い町からはるばるやってきた。みーん、飛んできたのかな。へー、はあ、愛しのカラカサ魔人様。ねえ、携帯電話ご利用やめてください。こんにちは。芝居が終わったから次何しようかの。飯にするか風呂にするか、サイコロで決めるかな。いいね、それもまた人生。いいじゃない、いろんなところにね、娯楽施設があるわけですな。私はもうすぐ歌舞伎が始まるもちよ。これもさ、後々始まるのかな。多分この音声が全て稼働したら見れるんじゃないかな。よし、頑張って音声稼働させていきましょうか。ここなんだ、これは。服の湯来た。科学、体の芯から運気急上昇、科学的根拠はありません。じゃあ使います。あと1箇所ぐらいかな。でも6箇所って言ってたね。あと半分ぐらい。結構長い戦いだわな。さあどうでしょう。ドバー、そのライオンのさ、モチーフは何だったの。そっからその口から出てくるんじゃないんだ。まあいいか、お湯入りました。あ、みつめちゃん、じゃあそこじゃない、座っちゃダメ。ちょっと話しかけて。あ、さとりちゃんだった。ライオンの口からお湯が出るだけでゴージャスな雰囲気に出るわね。あ、ちゃんと出てるんだ。なるほどね。最初の給油はあの上からなんだけど、後々そっから出てくるのね。おこだぞ、どうしたの。このお風呂ぬるいんだぞ、もっとほかほかにしろ、じゃないとこうだぞ。何、戦うの。多分こいつと戦って勝ったらもらえるんだよね、あの熱い湯。よし、戦っていきます。食べてないよ、やべえな。技使います。シャドウ送って、まあお米所だからそんな強くないような気もするけどだね。うん、攻撃力結構高いね、あれ確か、実用力。いけ、影流山田の。いいじゃない。ワンパンできなくなってきたからな、ここの、ここら辺の敵。強いんだよな、やっぱり。打撃攻撃が強いわな。結構高いしかも。あ、でもそうじゃないわな。あ、お、来た。よいしょ。統計ないぞ、お金。立場にはやべえ。やっぱり打撃、能力が高いな。回復をこまめに挟みつつ、倒すって感じだな。OK、いいぞ。ジバには甘いもの好きそうだからな。どの夜回復して。あっか、ガブニャン、ガブニャンが一番可愛い。サドくん術回復してほしいけど、まあいいか。オッケー。まあイベント戦闘はそこまで強くないのかな。経験値もうまい。いいね、ほんとレベル上げにいいわここ。バトルしてたら体が熱くなってきたぞ。やっぱりお風呂はこのままでいいぞ。いいのかよ。これお詫びにやると、あ、でもちゃんとお札くれるんだ。やった、天の湯来たね。これで全部の札は集まったのかな。あ、ここ、おお楽しい。これなんだろう。富の湯だって。すべてが高級厳選の湯でセレブ気分、ミラクルゴージャスな温泉。いいじゃないこれ。どんな効能があるんだろうね。すべての能力がアップ。いいな、お金持ちが入るのかな、ここら辺。はい、富の湯です。さあどうでしょう。
ジュンジュワボブジョワン。いいぞ。なんか普通の湯っぽいけどね。お湯の色はみんな同じなんだ。こんにちは。肩は痛いし肌もカサカサ。やはり年には勝てない。ここのお世でしっかり直すんじゃ。あ、でも全てに効くって言ってるからね。横取り横取り横取り。気持ちよすぎて横取りするのも面倒になってきたな。あ、いいことじゃないの。あー、気持ちよくてふにゃふにゃになりそう。もともとふにゃふにゃじゃん。なるほどね。じゃあ、あと一箇所かな。一箇所上のところかな。ここの、こっちは天の湯。来た。激熱風呂行きます。天から降り注ぐ熱々の湯。熱そう。いいぞ。はい、さあ来なさい。カモンベイベー。あ、色が違う。あ、そう、そこから降るんだ。今回は天からじゃないんだね。あ、なんか光ってるよ。これでお札が取れるんじゃないかな、最後のお札。さあ何でしょう。あ、めっちゃでかいのが入ってる。あ、え、こいつあいつじゃん、二面のボス。あ、熱い。くぅ、あのぼせトーンマンだね。こいつはなかなかいい湯加減じゃねえか。お風呂のぼせるくれ熱くねえとね。お前らもそう思うよな、カッポーン。つかおじいちゃんいるじゃん、上に人間の。思わないよ、熱すぎる。 なかなかの熱さだが、この程度の熱さはわしには負けん。負けるわけがない、負けるわけがないぞ。お前もちょっと無理してない。あ、対決してるんだ二人で。ダーボーよ、宝は落ち着かせよ。我慢ガタロウだって。すっげーおじいちゃん。老子、老子なんだ。我慢っていうのは嫌がりながらやればいいってもんじゃない。我慢を愛し我慢を楽しみ、身も心も我慢と一つになる。おじいちゃん平然としてるね、顔が。それがわしの教えた我慢の道だぞ。多分お年寄りで、あの通学が鈍ってるんだな。老子、全然意味がわからない。こんなイベントもあるんだ。時に魚少年、君もなかなかいい我慢を持っておるな。確かにね、暑いと言いながらずっと入ってる。そして見守るガブに。君のその我慢っぷりを称してわしからの贈り物じゃ。え、なに。あ、山の湯だって。ありがとうございます。早く出よう。なるほど、こういうイベントをこなしてもらえるんだ。じゃあこの光ってるのは何なの。これなんだろう。あ、道の湯だって。あ、ちょっとなんか郵便来たんでちょっと待ってください。はい、すいません。じゃあ行きましょう。じゃあこっちかな、最後は山の湯。毎日10分浸かるだけムキムキマッチョなボディに変身。どういう意味なんだろう。プロテインを体から毛穴から吸収してんのかな。入れます。いいね、ボディービルダー歓喜。入ります。やだな、アブくんが、ま、ムキムキマッチョになっちゃったら。そんなのアブくんじゃないよ。小学生のうちからちょっとムキムキはちょっとやだな。ちょっと入っていく。よいしょ。ムキムキマッチョメン、マッチョマッチョメン、ムキムキマッチョメン、マッチョ。きた。あ、 HP と妖怪ゲージは全回復だって。あ、そういう効能があるんだ。力がアップするとかじゃないんだね。ずっと立ちっぱなしだから足がむくんじゃうんだよね。温泉に入ってしっかり疲れを取らなきゃね。マネキンなのにむくみとかあるんだ。へえ、こんにちは。なんだよ、何見てんだ。人の入浴シーンをジロジロ見ててねよ。そうだよね、確かに、ごめんね。いやでもさ、ちょっと気になっちゃうじゃん。気持ちいいんじゃー。あ、いいね。よ、妖魔特急です。あ、カリパックン久しぶり。もう大丈夫だって、もうカリパックしないからよ。本当？ってか服脱いでよ君たち。マナーだよ、タオルとかはね、あの湯につけ、つけないっていうのが。オッケー。じゃあこれで多分6箇所全部やったよね。戻ろうか。いやー、長い道のりだったわ。人魚さん、やってきましたよ。持っているお札と同じ名前の温泉を探して、見つけたら釜の近くにある石像にお札をはめるのよ。あれ、まだダメだった。あと1箇所ぐらいある、もしかして。持ち物で、あ、まだあるね。道の湯がないんだ。道の湯、道の湯探そう。じゃあここ、あ、ここだ。お肌すべすべ、間違いなし。疲れたお肌もツルツルプリン。はい、じゃあ使います。あ、道になってるわけね、これ。歩きながらって感じか。へえ、行きます。ドクターフィッシュとかいないのかな。お、順調は。あ、結構広いんだね。あ、なんか落ちてきたよ、アイテム。前でゲットゲット。なんだろうあれ。でもお札多分全部はめたと思うけど。だね、うん。ちょっとあのアイテムだけ持ってこようぜ。なんでしょうねあれは。すげえ浅いんだね。足湯みたいな感じか。歩ける足湯みたいな。これなんだろう。おー、超経験値玉だった。ありがとう。こんにちは、久しぶりじゃん、ダイダラボッチ。この世はお肌がスベスベになる効果がある情報だよ。このわしのスベスベボディに磨きをかけるんじゃ。それ肌って言えるのかな。
あっちの温泉に行こうかの、こっちの温泉に行こうかの、とりあえず保留で全部楽しめばいいんじゃないのかな。気持ちよすぎて体が溶けそうだ。君氷でできてんじゃないの？大丈夫？ダメダメダメ、寝たら死ぬぞボケ。なんて危険な温泉なんだ。なんでその自分の生命の危機を。運気さんやってきましたよ。温泉の湯入れ終わったの？はい、終わりました。頑張りましたよ。やるじゃない、助かったわ。これでようやく安心できるわね。はい、これがお約束の礼よ。肝試しで電人に会ったら伝えておいてほしいことがあるの。何？ボコボコにしといてほしいってこと？今度会ったら覚えとけよって。よろしくね。可愛い笑顔で怖い。やった、肝試しの入場券手に入れました。よし、じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わります。次回肝試し行ってみましょうかね。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。